はい、前回の動画からですね、1週間ぶりぐらいに、私はですね、こちらの団地の5階ですね、505にお邪魔しましたけれども、まあ、こちらでね、女性専用音楽物件をやるということで、はい、まあ、だいぶ打ち越されてますね。はい、後藤さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本当はですね、私ね、大家さんから呼び出されましたね、佐藤さんから、それで1トンのものがあるから運べって言われたんですけど、もうすぐにですね、私はバテてしまいまして、今、動画撮影からやろうかなと、思ってやっておりますけれどもね、どうでしょうか、佐藤さん。なんか私、1トンのものがあるってよくわかんなくて来たんですけれども、はい、なんかね、隣のスマイリー後藤さんのね、はい、だいぶマッチョな方をセケットに入れて、はい、しかも同じポーズですよ、2人とも。はい、そうです。そうなりますね。ということで今日はどういう作業を私なんかとお手伝いすればいいんでしょうか。はい。防音するにはなくて床に使う材料があるんですけど、これがですね、また結構重くてですね。あ、その下にあるやつですか。はい、こちらが、まあ、防音シートっていうような名前の材料でして、これは防音シートっていう、はい、これを敷き詰めていって、そうなんです、防音するっていうことですか。はい、これはすごい中身が詰まっててですね、このサイズで1枚7キロぐらいあるんですよ。7キロもあんの ?1 枚7キロですね。このちっちゃい、なんかね、割と小さいサイズで、まあちょっと分厚さはあるけど、そうなんです。なんかペラペラしてそうやけど、そんなにするんですか。そうなんですよ。7キロぐらいあるってことは、そのぐらい詰まってないと、防音には向いてないってこと、はい、そうですね。やっぱこの重さが重要なんですよ、結構ね。あ、重さが重要なんだ。はい、なるほど、なるほど。重さがいいですよ。だからこれを、4部屋分敷き詰めることになりますんで、はい、だいたい100枚とか120、30枚ぐらいは必要なんで、これもしかしてお二人、後藤さんともそうですけれども、はい、もしかして、まあ、もしかしてと思ってちょっと聞きますけど、あえて聞きますけど、はい、5階まで運んでるんですか、これ。運んでます。はい、今日もちょっと帰りますね。じゃあ、はい、お疲れ様でした。いやそういうことじゃない。今日これがまだ車の中にたくさんありましてですね、あと何枚ぐらいこれあるんですか。まあでもあと、そうですね、50、60枚はあるかなと。50、60枚。はい。これは1回にどのぐらい運べるもんなんですか。1回に3枚、4枚ぐらいが限度ですね。5回までのこう上がる力もいりますからね。っていうことは、20キロか30キロぐらいは、はい、まあ、20キロぐらい弱か、ぐらいあるってことですね。ですね。まあ、20キロ強か。うん。それを何往復もすると。ああ、なるほど。それで、ド M ってご存知の私をですね、はいはい、今日は呼びつけたっていうのはそういうことなんですね。そうですね。今日そんなら、喜んでやってもらえるかな。やりましょう。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあ、早速、ちょっと作業の方にね、移っていきたいと思いますけれども。はい。それでは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、佐藤さん、はい、防音工事の途中みたいなんですけれども、まあ、なんと今から他の住人さんとやり取りをしていくって、はい、これどういうことですか。この真下に住んでるですね、おばあさんがいらっしゃいまして、はい、住んでくださってるんですけども、うん、まあ、解体工事をね、こんだけ散々やって、うん、騒音のことでいろいろご迷惑をおかけしたんじゃないかっていうところで、あ、まあ、それをね、ちょっとこうお詫びしに行くというか、ちょっとすみませんねって言いつつですね。なるほど。まあ、前からその、この作業音とかが他の部屋でどのぐらい聞こえてるのかっていうのを気になってたんですけども、うん、下のおばあちゃんが、まあ、もしよかったら、入ってきて聞いたらみたいな風に言ってくれてて。まあ、そこまでのやり取りはされてるんですか、もう、はい、他の方。へぇー。ご自宅にこう入れていただいて、お、いいね。どのぐらいじゃ漏れてるのかっていうのをちょっと、聞かせてもらいたいなと思いまして、素晴らしい。これからちょっと行きたいなと思ってます、下の方に。